までエヴァを見てる人はネタバレっていうのを気にしてました、ね、そういう映画じゃない。実はネタバレ気にしなくては大丈夫です。新エヴァンゲリオンどこまで準備すべきかなんですけども、結論から言っちゃうと実はね準備ゼロでいいんですよ。なんでかっていうと、ものすごい最終回を見た気分なんですよ。その後気になれば前を遡ってみれば大丈夫だと思います。まあ一度でもエヴァのどれかを見たことがある人はですね、思い出すだけで十分で、見直してから行こうとか準備ができてないかまだいけないってあんまり考えなくていいんじゃないかなと思ってます。抑えるべきポイントはテレビ版のエヴァンゲリオン、テレビシリーズを見た人はその後に劇場版が作られて見たことないキャラが出てくるっていうことだけ分かっておいてください。いつの間にかもうね、使徒というのが敵ではないということ、あれを敵と戦うようなエヴァはテレビ版の方でもう終わっちゃってるということ、この辺もですね押さえておいてください。旧劇場版だけ見た人はあれはあれで完結してるんで、その続編と思えば OK です。それ大丈夫。新劇場版しかまだ見てない、テレビ版見てないという人は、前にテレビ版とか旧劇場版があったという知識があれば、それを知ってれば OK、 無理して見直さなくてもいいです。ネタバレね気にしなくても大丈夫なんですよね。そういう映画じゃないから。これまでエヴァを見てる人はネタバレっていうのを気にしてました、ね、そういう映画じゃないんですよ。なんでかっていうと、ネタバレ気にしていた見た後もそれよりもすごかったよと、ネタバレを気にしてた俺は何だったんだと、気にせず見に来てよかったという気持ちになると思う。僕は実はですね、2時間半を月曜水曜金曜で3回見てるんですね。で1回目より2回目、2回目より3回目の方が面白かった。もちろん2回目とか3回目の時はもうネタバレですよ、完全ネタバレですけど、そっちの方が楽しめるぐらい、逆に1回目の時はこれどこにどうつながってるのというのがあったからです、あんまり楽しめなかったんで。新エヴァンゲリオンはストーリー複雑で、観客はね今何をしてるのか、何を見ればいいのかっていうのがちょっと分かりにくいんですね。もう一回言うけど、実はネタバレ気にしなくて割と大丈夫です。